熊本の大津町にある岩戸渓谷ですね、岩戸渓谷の岩戸神社、こちらをね、今日は訪れたいと思います。時間は3時過ぎですね、はい、もうおそらく誰もいないんでしょうけども、どうでしょうかね。なんかだいぶひんやりしますね。私が季節外れに半袖っていうのもあるんですけども、それをさっぴいてもやっぱり渓谷っていうだけあって、涼しいですね。涼しいとか寒いですね。あら、あら、あ、これ開くんですね。すごい、すごい、あ、開きますね。あ、結構山道ですね。薄暗いですね。薄暗いのでちょっと不気味。明るい時間に、行くといいのかな。結構登りが続きますね。あと水害かなんかで流れてる道も多いので、まあところどころね、注意しながら、進むところもありますね。あとはイノシシかな。イノシシの荒らした跡が多いみたいで、ただね、左側の方は渓谷というだけあって、川のね、流れてる音が聞こえてきますね。あ、とか言ってると今度はどうやって渡ろうかな。木がボーンと、流れてますね。こういうの困るな。よいしょ。なんであんまり整備されてないのかな。ここはね、チェーンソーかなんかで切ればいいんだろうけど。おお、鹿の鳴き声が。結構山深いですね。あ、ここら辺からちょっと歩きにくくなりますね。あ、ちょっと怖いな。行けるんかなっていう感じですね。あ、どっちやろ。こっちかな。あ、これいけないな。行けないよね。どうだろうか。行けない。こっちじゃないもんね。違う違う。あー、ちょっとどうしようかな。まあ行けるとこまで行ってみましょうかね。あ
これ完全にあの装備ミスというか、これ長袖長ズボンコースですね。軽く行って帰ろうというのはちょっと甘かったな。よいしょ。うわー厳しいな。厳しいな。悔しいな。いけるんかな。わあ厳しいな。いけなくはないのかな。ちょっとこれは引き返しますね。いけないな。かなりアドベンチャーなので、ちょっとこれ自分の装備がやばいので引き返しましょう。あとね3分の1ぐらい登ったらね、神社まで行けそうなんですけども、だいぶ道が崩れてて、木が邪魔したりしてて、ちょっとね、軽装備じゃ危ないと思ったので断念します。ただね、多分これ目の前に見えてるやつなんかな、このね絶壁の岩、ここら辺にね、見どころがある観光地神社と思ったんですけど、いやー行けないですね。行けない。残念。まあ残念だけど戻ろう。いややっぱこう戻る選択肢を持てるっていうのがね、まあちょっと言い訳がましく聞こえるかもしれないけど、ちょっと私も大人になったのかなと、と思いますね。まあここまで来るにもね結構危ない危ないと思ってきてたんで、まあ仕方ないっちゃ仕方ないですね。もうこう道とかないですもんね。ないので、うわ怖いな。よいしょよいしょ。悔しいな。見てみたかったな。おっと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 、やっぱり危ない危ない。もっと言うとね、事前の下調べをお前してこいということかもしれないですね。もう思いつきできちゃったんで。ただ何年か前はね多分普通に来れる道と思ったんだけどな。悔しいっすな。よいしょ。まあでもここ行けないってもしなってるんだったらね、こういう木が流れてきてるのを、まあ、そのままにしてるのもね、まあ合点はつきますわな。誰も渡れないもん。ここから先はねもう普通に下れると思うんだけど、はい。まあでも皆さんにお伝えしたいのは、現段階では安全に行くことができない神社ということをね、お伝えはできたのかなと思いますので、まあ、ぜひね、ググってみて、数年前行ったらこんな感じだよっていうところもね合わせて、どうしようかな、動画の
関連動画かなんかにね、私あげようと思うので、それを確認してください。はい、じゃあ、ご安全に、下りたいと思います。登山家山ちゃんでした。バイバーイ。手もちょっと汚れちゃった。バイバーイ。